お、よ。今日はですね、これから、サロンワーク、こう見えて原宿で働く美容師なので、これ明るいね。明るいからちょっと。原宿で働く美容師なのでね、これから原宿美容師にですね、この寝起きの、どうしようもない便蔵さんみたいな状態から変身していこうと思います。なのでまあ今リアルガチ寝起きなんですけども、あと1時間後にはですね、爽やかな笑顔で髪を切ってなきゃいけないので、Get Ready With Me をしていきたいと思います。まずちょっとメアニを拭くところから始めていきたいと思います。いやですね、また私大人男子の身だしなみをアップデートするチャンネルをですね、こんな感じでやってるんですけどもですね、やっぱり、オフはオフですよ。やっぱりオフはこんなもんなんですよね、清潔感がなんちゃらとかね、いつも言ってますけどもね、まあ寝起きなんてこんなもんでございます。ただ、パジャマで着るパーカーは N ありっていう、そこだけちょっと自慢です。はい、ということで、先にひげを剃ります。ひげを剃っていきたいと思います。ひげ剃りは、ラムダッシュの、三枚刃のねスキンケアシェーバー、これスキンケアが、できつつひげが剃れるっていうやつなんですけども、意外とねあんまその機能ね使ってないですね。普通にドライでこうやって、剃っちゃってます。っていうのも、ウェットで剃ると、なんか、剃った後の黒い液体みたいなのが出てきちゃって、あんまりなんか、好きじゃなかったというか、黒い液体が、頬周り、口周りについてる方がちょっと嫌だったので、僕はこのままね、ドライで、先にとりあえず剃ってから、洗顔しちゃってますね。はい。みんな、ディソリ何使ってます？カミソリ使ってます？僕もカミソリで、一時ずっと剃ってたんですけど、やっぱり電動シェーバーの方が圧倒的になんかこう刺激が少ないなと思って、電動シェーバーに変えてからカミソリ一回も使わなくなりましたね。で、これ習慣なんですけども、僕鼻毛も行きます。鼻毛もね結構僕ね出やすいんですよ。前にねちょっとアンチっぽい人から鼻毛出てますよってねツイッターで何回も言われてすごいへこんだ記憶があったので、僕そこから鼻毛を毎日撮っています。鼻毛をこのパナソニック、フィリップスのねやつでギッと鼻の半分ぐらいまではね、ボリボリに、撮っております。この寝起きでね、彼でもね鼻毛剃るのって結構気持ちいいですよ。鼻毛カッター1個持ってるとね、結構いいっすよ。で、僕身長低いんであれですけど、身長高い男の子とか、下から見られること多いっすからね、結構鼻毛見えてると思うんで、鼻毛処理ね、結構大事っすよ。気持ちいい。で、大体この時に鼻も出ちゃうんで、一回鼻もほじほじして。はい。ということで、髪を濡らして、洗顔をしていきます。よし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 。左右、朝はね左右を必ず飲んで、五臓六腑に染み渡らせていきます。で、朝はね僕ぬるま湯洗顔のみですね。ぬるま湯洗顔のみで、昨日の夜に、使った乳液とか、寝てる間のホコリとかね、油分を、軽くささっと、流す程度で、このクレンジングタオル、使い捨てのペーパーで、こすらずにね、吸収させるっていう、感じでございます。ここら辺からちょっとね、美容系 YouTuber っぽく、なってきますんでで、まず最初にねスキンケアを、していきたいと思います。朝のスキンケアはマジでシンプルです。この、セラキュアの化粧水、セラミド配合の、化粧水を、軽く染み込ませて、
まあ本当にね、夜は美容液やったりとかパックやったりとか、いろいろやるんですけども、朝は化粧水と、乳液をつけると、ぐらいです。乳液はボーイズシャネルのジェルモイスチャライザーって、やつです。これワンプッシュ、ちょっと少なめです。あの朝はねちょっと少なめで、やっていきます。言うてね、夜僕結構すぐ脂っぽくなっちゃうんでね、控えめにやってますし、結構朝化粧水乳液する時もあるんですけども、わりかし、オールインワンで、済ませちゃう時も、多いです。こうあの手の温度を使ってですね、じわっと、入れ込んでいきます。そしたらですね、まずこの化粧水と乳液が、馴染むまで髪の毛をやっちゃおうかなというふうに思います。髪の毛は最初このね、スタイリングコームを使って、軽く解いて、今日はちょっと上げつつ流しつつみたいな、毛流れアップバングみたいな感じで、やろうかなと思います。朝はね、結構なんだろう、寝坊とかしたらわりかし、ジェルとかでバッて、何も濡らさずにね、あげちゃうだけとか帽子かぶっちゃったりとかするんですけど、今日みたいに、起きた日はわりかしちゃんと、ドライヤーをかけて、スタイリングをします。最近ねアイロンとかはあんましないかな。もうアイロンをね朝頑張る元気はもう30歳にはないですよ。なんかちょっとね、お出かけ、昼過ぎからのお出かけとか、夜ご飯食べ行くとか時とか、そういう時はまあやっていいかなって思いますけども、基本的にはあんまりやんないです。なんでめんどくさいんでパーマもかけちゃいましたね最近は。はい、だいたい目の上ぐらいからねこう上げて、ドライヤーかけてます。まあこのスタイリングに関しては別にスタイリングの動画、見ていただければなというふうに思うんですけども、ちょっとハーフドライぐらいかな、半分ぐらいだけ、乾かしてこの立ち上げをつけたって感じです。はい、ちょっと起きてきたかなと思ったのですが、これ髪の毛を作った後に着替えると髪の毛ぐっちゃぐちゃになるって、もういつもやっちゃうんですよこれ。今ね奇跡的に思い出した。だから先に中のタートルネックだけちょっと着替えちゃおうかなと、思います。先にメイクもね、もうそれもいつも忘れちゃうんですよね。メイクとヘアをやった後に着替えるっていう、ね、最悪のパターンをいつもやってしまうんですが、ちょっとねこれでやっていきたいな。あ、ダメだ。ユニクロタートルネックを着るだけでなんか起きますよね。で、こっからジェルっていうか、最近はね僕ジェルっていうよりグリースの方が多いですね。グリースでもまあいろんな種類あるんですけど、今日は、たまたまいつの間にか家にあったグラプトっていう、ところのグリースです。まあ、グリースは結構わりかしいろんなもの使ってますね。特にこだわりは、ないというか、でも基本的にシンプルなね、ファイバーとか入ってない、シンプルなグリースを好みます。ファイバー入ってるグリースとかって絡まるんですよね。あんま好きじゃなくて、こういうシンプルなやつを、一回全体につけちゃいます。ほい、もうねこれはね刈り上げの時ところまで、ね、全部つけますよ。後ろも地肌にはつけないんですけど、根元から1センチ離したところぐらいから、全部、つけます。はい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 、こんな感じ。出てくるのがこいつ、もうこいつマジでみんな持ってた方がいいですよ。なんだっけ、朝だからちょっと何も考えられない。スタイリングコーム、スタイリングコーム、このねアラバとミツバがあるんですけど、最初アラバで解いて引っかからないように、その後ミツバで、解くとめちゃくちゃ綺麗な束感というか毛流れ感ができるんですよ。だからこれで、一回アラバで
ておくと。そしたら引っかかりなく全部きれいに溶けるんだけど、これだとまだ、コーミングが粗いところがあるから、こっちのあとは三つ葉で、調整して毛流れを作ると。で、僕はね、結構こういう S 字を書くね、アップバングが好きで、こういう毛流れを、こういう見えるか毛流れを作るのが好きなんで、そういう感じでいつも、作っています。マルフォイっぽい感じの、それになんないようにね、ちょっと抜け感をねやや出して、スタイリングを、しております。こんな感じ。ちょっとね、ビチッとしすぎないで、ちょっとこう抜け感を作る感じでね、やっております。グリースだとね、ガチガチになんないから、ちょっと崩れたりとかするんですけど、この崩れる感じがまあ、抜け感になっていいかなっていうことで、結構このね方法でやっております。ちょっと手だけ洗ってこよう。はい、こっから、メイクをしていこうと思うんですが、ちょっと遠いな。はい、ちょっと、メイクだけ、寄ってやろうと思います。僕は基本的に、メイクは超ナチュラルメイクで、バレないメイクっていうのをやるんですけども、まあ、僕30歳なので毛穴の開きとか青ひげとかニキビ、大人ニキビ跡とか、そういったものをですね、綺麗にできて、本来の自分に取り戻せればいいなっていう感じでやってます。なんで、まず、BB クリーム、これは、僕が作ったブランドの BB クリーム、レタッチの BB クリームです。で、まあ、BB クリームね、結構どうやって塗ってもいいと思うんですけど、僕は最初ね手だけでやってたんですが、最近はもうこういうスポンジを使ってもう叩き込んじゃいますね。はい、やっぱりこのね叩き込みが一番密着度高くて、バレづらいということが分かったのと、やっぱりねこれが一番綺麗につきますね。はい、ロージーローザの、スポンジなんですけど、これ何十個入りだろう、何十個入りとかで何千円とか、何も分かってねえじゃないかって話なんですけど結構安く、まとめ買いしちゃっております。はい、もうこれだけよ、これだけでね十分に綺麗になるのですよ。いつものこの毎日メイク的にはこの BB クリームで、土台、まあ、下地とかファンデーションとか日焼け止めとか入ってるんで、土台を作ってあげて、トラブルのあるね、こういうニキビとかクマとかは別でコンシーラーを打つっていう方法でやってます。で、眉毛はね僕結構しっかりがっつり生えてるんで、あんまやんないですね。はい、なかったらやりたいんですけどね、あんまりやる必要は感じてないので、あんまりやっておりません。メイクの時間はね本当に3分とかかな、いつもだったら。うん、時間をかけないですね。もうこれだけでちょっと起きないですか。起きたでしょ、顔が。やっぱね、お酒飲んだりすると、次の日ね、もうドス黒くなってたりとか、なんかね、こんな顔になってたりとかするんですけど、BB クリーム塗るとね、マジで起きるっすね。はい。で、BB クリーム塗ったら、僕はね、くばっ、もうちょっと濃い、BB クリームより濃いオレンジ色の、コンシーラーっていうか部分用ファンデーションなんですけど、ルナソルのやつ。で、もうちょっとだけカバーします。あと、青ひげもね。この青ひげは、ちょっとだけ、これだけ置いて、カバーします。そうすると、ちょっと青が、さらに BB クリームでねちょっと消えるんだけど、ちょっと完璧にねカバーしたい時とかはこれでやってます。起きてきた。なんかコンタクトを入れた時に世界が
うわーって開けるのと同じぐらい、メンズメイクするとなんかね起きる、シャキッて起きる。そして、おじさんニキビがねこの辺にニキビ跡あるので、はい、3の、こちら、これはもうちょっとオレンジとかじゃなくてわりかしオークルっぽいやつなんですけど、これをポイントで置いて隠していくと、ここら辺を隠していきたいと思います。このねレタッチのレタッチの BB クリームにこの3の色結構、ね、合うんで、いいかもしんない。後にオリジナルでは作るけど今のうちはこれ使ってほしい。でこの周りだけぼかすと、はい、これもスポンジのね角を使ってぼかすと、これねこの光が当たるとめちゃくちゃこのポチは目立っちゃうけど、普通に見たら色味は結構消えております。はい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 、お、消えた。僕の中ではもうこれ本当に完全なる、美術の時間みたいな感じですからね。あー、ここね、もう盛り上がっちゃってるニキビはもう色は消えるけどさ、色は消えるけどポチはもう見えちゃうね。しゃあないしゃあないけど顔が起きました。いい感じ。いやー、やっと起きることができましたわ。はいはい、そしていいよ、起きたので、上着を着る前に香水を振ろうかな。マルジェラのレプリカです。シュンシュン、これを、首周りとかぶる。で、最後に時間がまだギリ大丈夫かなので、このね、イニスフリーのパウダー、無色のパウダーだけ、顔にポンポンしとくと、こうマットになるというか、皮脂吸着みたいな感じでね、油を抑えてくれたりとか、メイク、マスクにつきづらくしてくれたりするんで、これをね、軽くポンポンってやっていくといいですね。これもねすげえいい商品なんだけど、もうちょっとねメンズが持ってていい感じのアイテムにしたいっすね。こういうパウダー系ね、ちょっと可愛いから、僕はちょっともう30歳なこれ持ってるとね、どうしたってなるので、あ、サラサラになった。サラ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 、オッケー、やべやべ、ちょっと時間がやばいぞ。はい、今日はこれを着ていきます。サロンワークってね、これでやるんで、僕は動きやすくてカラー剤つかないような黒で、スタイリッシュみたいなやつでやるんで、とりあえず、脱いだらこれなんですけども、行くまでは寒いので、これ、MA1 は、この前祐天寺の古着屋で MB さんと、金山大成君とサトシーノさんの4人で酔っ払って、古着屋さん入って全員買うっていう酔っ払うと買っちゃうっていうので、買ったんですけど、結構気に入ってて、MA1 のこれ、リプロダクトなんですけど、リプロダクトだからちょっとね、綺麗なんですけど、一応古着。海外のやつかな。こんな感じ。よいしょ。あったかい。いい感じかな。忘れ物ないかな。忘れ物ないよね。OK? 行っていいのか、俺は。あ、リップクリーム、レタッチのリップクリーム、僕の作ってるやつね。はい、リップクリームだけ塗って、これは持っていきます。はい、ここら辺今ちょっと荒れてるけど、帰ってきたら、片付けるってことで、嫁さんに怒られないようにちょっとメールだけ入れとこうかな。はい、メールって言い方がもう古いね。 LINE で、はい、ってことで、僕は今日、髪の毛を今から、ね、美容師なんで原宿のシェアサロンに行って、お客様をお迎えできたいと思います。1時間後にはね、もう接客してると思うので、急いでいきたいと思います。ちょっとバタバタでしたが、こんな感じの Get Ready With Me でした。もうちょっと寝坊する日もあったりするんですけど、もう、ここからの話が長いんだよ。行ってきます。
さよなら。皆さんも良い一日を。